休んでますね、これ、うん、休んでますね完全にグーグーじゃないのよ、ビビ君ビビ君がいろんな場所に潜入し一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。パリ切っていきましょう。第120回目はこちら。ビビ君、今日はどこへ来たかと言いますと、長崎スタジアムシティの前年祭にやってまいりましたね。ビビ君、後ろにはホテルが再現されたお部屋があったり、中には美味しいグルメとかブースがたくさんあるみたいです。先日はスタジアム開業日も発表され、盛り上がりを見せる前年祭、早速潜入してみましょう。グルメもね、たくさんあって、ビビ君どれにする？カレーありますか？あ、よかったね。腹ペコビビ君、まずは食べるエリアでカレーをいただくことに。入場券にはフードチケットとドリンクチケットが1枚ずつついており、お好きなフード、ドリンクと交換が可能です。ありがとうございます。すごい煙が出てるよ、ホクホクの。見て見て、ほら、すごいかっこいい。続いてはこちらに並んでみることに。さあ、じゃあ行っちゃいましょうか。 Welcome to Wagamafia! いってらっしゃい。ありがとうございます。よかったね、お幸せに。ありがとうございます。続いてやってきたのはこちら。すごいよこれで。お、お寿司屋さん。お、大きいね。大きいな。食べたい。食べたいね。食べたかったな。今日狙ってきてたんだよね、ビビ君ね。今日はもうなくなっちゃった。ごめんね。ずっと言い続けてる。あるやんって。持って帰りなんだって。でもこれね、明日のなの。明日の分だって。実はこの日、ビビ君が長崎スタジアムシティに入る回転寿司店のイメージキャラクターに就任することが決定。ビビ君、イメージキャラクターに選んでいただいたんですけど、ビビ君をイメージキャラクターに選んでいただいた理由とかってありますか？いや、なんか美味しそうだなと思って。そうですよね、ビビ君が食いしん坊だから。そうそうそう、なんかビビ君握ってたら美味しそうだなと思って。僕はね、マニアックですよ。何ですか？シャコです。シャコ、わかりますか？シャコ。ミミ君もなんかオリジナルメニューを一緒に考えさせていただくみたいなので、うんうん、参考にさせていただきます。ぜひぜひ。続報もお楽しみに。こんにちは。こんにちは。中とかって入れたりするんですか？いいですか？おー、すごいね、ビビ君。わあ、ベッドがあるよ。ダイブしたくなるけど、ビビ君いいのかな？ちょっとね、確認が必要そうだよね。大丈夫ですか？お、大丈夫みたい、ビビ君。せっかくなので、寝心地を。いけー！おいしょー！ビビ君、起きて。休んでますね、これ。完全に。すごい。そうですね、スタジアムの中にはエステとかも入るみたいで。どう、ビビ君、気持ちいい？予約もね、できるみたいなので、予約してる間にこうご飯とか買いに行ったりしてね、また戻ってくるのもいいですね。終わりにするじゃん。あ、そっちもしてもらう。そっちもしてもらう。グーグーじゃないのよ、ビビ君。グーじゃないのよ。はい、ありがとうございました。
の？すごいよ。10組に挙式とドレス1着と選手からのお祝いメッセージが届くんだ、ティミ君。当たりますように、当たりますように。箱にじゃあビビ君入れてください。オッケー、ビビ君当たりますように。はい、遊ぶエリアでは長崎スタジアムシティの商業棟にオープンが予定されている VS スタジアム長崎の先取り体験が可能です。ビビ君も一足先に楽しませてもらいました。いや、緊張はしないかな。アウェーだったら緊張してたかもしれないけど、ホームだったら心強いし、結構ワクワクするかな。はい、ということでビビ君一周回ってきましたね。食べ物もたくさんゲットしました。ここから19日までイベントありまして、1200円でこのご飯とドリンクと、あとこのイベントがね、楽しめる券も販売しておりますので、毎日こういろんなゲストの方がステージにね、豪華ゲストの方がいらっしゃるみたいですので、ぜひ皆さん週末出島メッセお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。潜入した思ったこと。出島メッセで1週間行われる長崎スタジアムシティプロジェクト前年祭、たくさんのステージイベント、アトラクション、グルメにワクワク。特にグルメは初めての美味しい出会いがいっぱいで、お口が幸せでした。2024年10月14日の開業がますます楽しみ、待ち遠しいです。ビビ君。